こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では、猫背の原因になり得る筋肉っていうのを解説していこうと思います。猫背っていうのは、肩がね、こう内向いたり、ここの辺がね、狭まったりするような姿勢なので、最初の方はね、ちょっと肩周りの筋肉を解説しておいて、ちょっと離れたね、ちょっと体幹の筋肉っていうのを付け足しておいて、そこからまたね、ちょっと一歩踏み込んだ原因についてお話をしていこうと思います。猫背というのはですね、この辺りっていうね、肩のここ胸椎の辺りっていうのが丸くなったり、肩が内巻いたりするような現象ですよね。で、その前側が詰まってるから内巻くような姿勢になるわけなんですね。で、そのね、猫背に一番関わってる、一番というよりはすごく関わってくる筋肉っていうのが、これ今ハイライトしている小胸筋っていう筋肉なんですね。なかなか聞き慣れない筋肉ですね。小胸筋、ちっちゃい胸の筋肉と書いて小胸筋と言います。ここが硬くなると、こう結構ね、肩甲骨とか上腕骨っていうのが内巻く傾向っていうのがすごく強いです。だからこう横側から見ると、小胸筋が硬くなってこっちに引っ張って、結果的に肩甲骨とかこうなる。だからこう背骨っていうのも丸まるっていう傾向があるんですね。それぐらい小胸筋っていうのは猫背の人にとってすごく関わってきてる筋肉なんですね。で、小胸筋の上にある大胸筋っていうのもね、結構関わってくることが多いです。なぜかというと、これ大胸筋っていうのも前側にあるわけですね。で、大胸筋っていうのが硬くなると、この上腕骨、肩っていうのを内側にねじるんですよね。この大胸筋の元々の役割っていうのが、肩を内旋させる働きってなんですよ。肩を内側にねじる働きっていうのがあるんですね。だから、この大胸筋っていうのが硬くなれば、こっち側にねじる、ねじられる。結果的に、肩全体が内巻いて、背骨も丸くなったりするっていうことがあるんですね。だから、この両方、大胸筋も、小胸筋も、この胸の筋肉っていうのは結構ね、その猫背に関わってくることはすごく多いです。でもね、どっちかと、大胸筋か小胸筋がどっちの方が関わってくるケースが多いかなっていうことを聞かれると、小胸筋の方が多いと感じています。これ僕の持論なんですが、僕の持論なんで、なんか科学的な証明があるというわけではないんですが、小胸筋とかいった比較的ちっちゃい筋肉ですね。大胸筋よりはちっちゃいですね。そういったちっちゃい筋肉っていうのが硬くなれば、より姿勢の方に及ぼす影響の方が強いと感じています。一方、大胸筋とかね、他の大きい筋肉っていうのは硬くなって姿勢には影響するんだけど、よりこういった大きい筋肉っていうのは関節を大きく動かす方っていう方に関わってくると感じています。今日の動画ではね、この小胸筋も大胸筋も両方ね、肩を内巻くような筋肉なので、結果的に猫背にも関わってくるんですよ、ということをお話ししています。そして、大胸筋と並んで肩の大きい筋肉っていうのは、これね、三角筋っていうのがあるんですよ。三角筋っていうのはすごくね、広く分布しています。肩の前側にもあるし、横側にもあるし、後ろ側にもあるしっていうような筋肉なんですね。で、特に、肩を内巻きにするような筋肉、場所っていうのは、三角筋の前側の方が強いんですよね。それは考えてみたらそうなんですね。例えば、後ろ側が硬くなれば、こっち側に引っ張られるので、あんまりこう肩が内巻きにはならないわけですね。肩が内巻きに引っ張られるということは、前側の方が硬くなるからそうなるわけなんですね。だから、結果的に肩甲骨全体もこっちに引っ張られて、猫背っていう傾向が高いんですね。で、豆知識なんですが、大胸筋とこの三角筋をこう結んでるというか、分けてるものってすごく、なんて言うんだろう、狭いんですよね。スペースがもうほぼほぼないんですよ。ここを通ってるのは、例えば筋膜組織だったり、静脈が通ってるぐらいなので、ほぼ明確な分かれ目っていうのは、なかなか観察することが難しいんですね。分かれ目っていうのはあるんですが、こう、なんて言うんだろう、本当谷みたいにめちゃくちゃくっきり分かれているわけではないんですね。だから、つながり的に言えば、大胸筋とこの三角筋の前側っていうのがね、一つながりになっているという考え方でもいいんじゃないかと思います。なので、大胸筋とこの三角筋の前側が硬くなると、こっち側に引っ張られて、肩が内巻きになる、内旋になる。結果的にこの背骨、胸椎っていうのも丸くなって、猫背っていう傾向が高いんですね。もちろん、今日紹介してる筋肉以外にも、いっぱい原因になる筋肉っていうのはあり得るんですよ。他の健康体の筋肉とかっていうのも。だけど、こういった、今お話ししてるこの3つの筋肉っていうのは、わりかし猫背に関わってくる割合っていうのはすごく高いです。
で、そのね、猫背になって影響されるのは、この後ろにある僧帽筋っていうことがすごく多いんですね。まあ、猫背になると背骨のカーブがこうグイーンってこう丸まりますよね。し、肩が内巻きになるので、まあ、こっち側がね、伸ばされるわけですよ。こっちが縮む。前側が縮む。後ろが伸ばされる。ということで、こっち側っていうのは伸びて固まるっていうケースが多いんですね。前が縮む、後ろが伸びる。で、その症状っていうのはやっぱりね、後ろ側に出がちなんですよ。僧帽筋っていうのは頭を支えたりとか首を支えたり、まあ、もちろん肩甲骨とかをね、動かしたりっていう役割がすごく多いんですね。内側縮まる。何回も言いますけどね。後ろ側伸びる。そして、こっち側にしわ寄せがいくことっていうことがすごく多いんですね。だから、猫背肩こりっていうと、比較的前側に原因があることが多いんですが、被害者としては、僧帽筋だったり、後ろの筋肉に出ることが多いんで、後ろっていうのは、伸ばされて硬くなって痛くなることがすごく多いです。これも僕の経験なんですが、後ろ側がめちゃくちゃ縮こまって、こっちに原因があるっていうことは、あまりないんじゃないかなと感じています。もちろんそういった原因はあることもあるんですが、やっぱりね、傾向的に考えると、前が縮まって硬くなりの後ろ伸びて硬くなりの後ろが硬くなる、痛くなるっていうケースの方が多いんじゃないかと感じています。これがですね、猫背に共通する筋肉たちですね。小胸筋、大胸筋、三角筋、そして伸ばされて硬くなるのが僧帽筋ということを言っていきました。もちろんこれ以外にも関わってくる筋肉っていうのは多いんですが、まあ代表的なものを挙げています。では体幹の方に行きましょう。今日お話しする体幹の筋肉っていうのは大腰筋です。この大腰筋、なぜ肩に関わってくるかと言いますと、まずね、大腰筋の作用をお話ししたいんですが、これね、大腰筋っていうのは股関節の動きに関わってくるんですが、でも他にもね、腰椎の姿勢にも関わってくるんですね。腰椎の姿勢に関わっていきます。それがどういうことかというと、大腰筋が硬くなって、こっち側に力が加わるとすると、腰椎っていうのはよりカーブが強くなったりするんですね。腰椎はカーブが強くなると。この反りが強くなると。で、これどういう状況になるかっていうと、結構ね、下っ腹が出ちゃう人っていうのは大腰筋が硬くなって、腰椎が前に引っ張られて、それとね、伴ってこうお腹が出ちゃうっていう人が、まあ結構多いんですね。で、そうなるとどうなるかと。今なんか骨盤のあったかね、腰椎の話してるけど、それが肩にどうつながるかというと、腰椎がカーブが強くなりました。下っ腹が出るようになりました。そうすると、こっちのカーブっていうのも強くなるわけですよ。上のカーブ。上ね、胸椎とか頸椎のカーブも強くなるわけですよ。そうすると、まあ姿勢的に言うとこっちが閉じちゃうと。前側が閉じて、また後ろ側が伸びるっていうことになるんですね。これね、ちょっと静止画なんでうまく説明できないですが、大腰筋が硬くなる、こっちに引っ張られる、腰椎が前に出される。腰椎だけで完結するんじゃなくて、背骨っていうのはずっと繋がってます。で、ここも丸くなって伸びて、で、ここが伸びすぎちゃって硬くなって、前側が閉じることになるんですね。もちろん、肩の時にも言いましたが、大腰筋以外にもね、そういうことをさせる筋肉っていうのは繋がりを見ていたらいっぱいあります。だからね、体幹から、この背骨のバランスから肩の方に行くことっていうのもあるんですね。で、その一例として、今日は大腰筋をお話ししています。だからその肩のバランスとかね、アライメントっていうのも、下半身とか骨盤から来る可能性もあるんだよっていうことを覚えておくと、いろんなことに役立つんじゃないかと思います。でもう一個ちょっとね、深く行きたいんですが、そのね、猫背だったり姿勢が悪いっていうのは実は内臓から来てるケースっていうのもあるんですね。このことにね、ちょっとお話をしたいんですが、内臓どういうことだと、内臓が関わるとなんで猫背になったりするかというと、まず、皆さんお腹痛い時とか、お腹の調子が悪い時って姿勢ってどうなりますか？今これ、限りなくこのアプリでこう、まっすぐした姿勢になってますけど、お腹調子悪いなとか、食べ過ぎたな、胃が痛いなっていうような時っていうのは、姿勢っていうのは結構、うつむき加減になりません？こう、お腹を閉じてとか、また肩を閉じてとか、とにかくうつむき加減、体の前側を閉じちゃう傾向にありますよね。まあ、それっていうのは無意識にこう、痛いとこ、硬いとこっていうのを守りに行くわけですよ。だから、例えばお腹が痛いっていう時に、お腹が痛いのに、ふんぞり返って、お腹が痛いぜ、はっはっは、みたいなことにはならないわけですよ。ね。だから、普通に考えると、お腹が硬い、お腹が痛くなるっていうと、それを守りに行こうとするわけなので、内巻きになってね、まあ、肩が内巻きになったりとか、肩の前側が縮んだりしたり、お腹が縮んだりするわけですね。だから、こっち側に引っ張られて、こっち側に引っ張られて、肩内巻きになって、猫背っていうこともあるんですね。
内臓の制限が関わってくると、大体まあ、なんていうんだ、こっち側を守りに行くために結構こう内巻きというか、こううつむき加減になることがすごく多いんですね。その内臓の制限っていうのが、なんせこう、まあ、癌になってるとか、すごく重い病気になってるとか、そういうわけじゃなくて、ちょっとお腹が痛いなとか、お腹の調子が悪いなっていうことでも、そういうことになりがちですよね。例えば、お手洗い行ってる時にお腹が痛いっていうと、やっぱ、うつむき加減になるじゃないですか。お腹の調子いいのに、こう、まっすぐスッってなることは、なかなかないわけなんですね。こういったことから、内臓の制限から肩が内巻きに閉じるっていうこともあり得るんですね。で、今日言った原因っていうのがどれが正解なのかっていうのは、その人に当てはめてみないと、それはわからないです。小胸筋とか大胸筋とかね、三角筋とか、この辺が硬いから閉じてるのか。もしくは、体幹の筋肉、大腰筋だったり、まあその周りにある筋肉とか、その連鎖で肩が内巻きになってるのか。はたまたお腹の調子が悪いから、体全体がこううつむき加減になって、肩内巻きになって猫背になるか。それは人それぞれです。人それぞれの原因とか生活習慣とか、どういう怪我をしたか、どういう手術をしたことあるのか、それによって変わってくるんですが、こういったね、内臓だったり体幹の筋肉からも来ることがあるんだっていうことを知っておくと、まあ、ここだけを見ちゃうと、どうしても良くならないなっていうことになり得ることもあるので、いろんな角度からいろんな情報を取り入れると、また役に立つんじゃないかと思います。今日は猫背の原因についていろいろな角度からお話をしていきました。以上です。ありがとうございました。